青葉翔子、青葉翔子、青葉翔子、1918年、大正7年3月21日から2012年、平成24年2月28日は、昭和時代に活躍した歌手、円王道中などで知られる。本名は、小野寺帝子。宮城県仙台市の裕福な家庭に生まれる。幼い頃に母を亡くし、祖父母に育てられる。実家にあった。 蓄音機から流れる流行歌の世界に憧れるようになり、特に後の恩師となる、赤舟誌の歌う、嘆きの夜曲を聴き、歌手を志すようになる。1936年、昭和11年、日本コロンビアが小畜とタイアップして、オトマルの下田夜曲の宣伝のために開催した歌謡コンクールに応募し、優勝した。このコンクールには、 後に活躍する若き日の丘春尾や大海と四郎の姿もあったが、女性の歌であったためかいずれも落選している。優勝した青葉は、小野寺貞子の本名で、コロンビアの廉価版であった、リーガルレコードから同年7月に、ガツのカレオバナでデビューした。ちなみに、小野寺時代の、愛してよは、昭和初期に流行した、思い直してち大なの替え歌である。 数曲を吹き込むが、作曲家、レーモンド・ハットリ、ハットリー・イツローから、コロンビアには、偉い歌手が多すぎる。傾向となるも、後ろとなる流れですよと説得され、ポリドールが廉歌版として立ち上げた、コロナレコードに移籍。1937年、昭和12年コロナから再デビューする。コロナの幹部であった、浪曲作家、秩父重武から、地元仙台の青馬城にちなんで、 青葉翔子の芸名を命名された。そしてこの年の2月に発売された、席の追い分けが、まずまずのヒットとなった。この曲は翌年、ポリドールで吹き込み直して、再発売されたほど人気を博した。流行歌手としてデビューした、青葉翔子は、音楽の基礎を身につけるため東洋音楽学校、現東京音楽大学に進学した。入学試験の際、 職業歌手であるために投稿が少なくなるのではないかと指摘れたが、真面目に勉強しますと作曲家、杉山長世に懇願して入学を許された。在学中は、赤種子に指示し、声楽を学ぶ。しかし、後に仕事が忙しくなったため、中退している。コロナでは、看板歌手として、さすらい日記、さよの中山、五人歌や曲などをレコーディングするが、 コロナの経営が1年で悪化し、1937年、昭和12年暮れにはポリドールに九州合併され、青葉翔子も他の専属アーティストと同様にポリドールに移籍する。移籍後間もなく、円王道中を人気歌手、上原里氏の相手役として歌い、大ヒットとなる。当初この曲は、上原と浅草港のために用意されていたが、 藤田正人の発案により青葉が起用された。円王道中が大ヒットした1938年、昭和13年には、上海だよりのアンサーソングとして作られた15だよりが好調なヒットとなり、他にも夢の蘇州、玄禄節、士、椿作島なるヒットが続き、スター歌手の仲間入りを果たした。ユアンヤンコンビとして人気を博した上原聡氏と,とのコンビで、たびたび、 中国大陸に、昌平遺門にも訪れている。1939年、昭和十四年以降も、砂丘を越えて、二人の大地、選挙区流れて、故郷した江戸、夢の北京などのヒットを続け、1940年、昭和十五年には、木曽の旅歌、そして上原里志らと共に、小畜映画、矢地北十四周歌繰りげ、ね、矢地北階段道中に出演し、 主題歌、炎王春姿、青空御殿などを歌っている。炎王道中の大ヒットは、もちろんのこと、ソロヒットの、咳の追い分け、十五代より、千曲流れてなどは長く愛されている。1941年、昭和16年、家族であった、平松寺前史釈と結婚するにあたり、芸能界からの完全な引退を決意する。佐渡の故郷のレコーディングを最後に、 ポリドールを退社して、家庭の人となった。終戦後、家族制度が廃止されると、青葉は生活のため実家を旅館に改装し、一時は、自ら、お神となった、1947年、昭和22年に、古巣のポリドールにカムバックし、歌手に復帰した。戦死した、上原としを忍び、春雨蔵氏や庄司太郎とのデュエットで、円王道中を、再吹き込みする。 他にも、販売の月、七色の夢、アイオン肌模様、春風道中などをレコーディングしているが、ポリドールの番質が粗悪であったことや、一旦引退してしまっている間に、新たな女性歌手が次々と登場していたためヒットに結びつく作品はなかった。1 9五十年、昭和十五年、七色の花が映画主題歌として歌われて、話題を呼び、1五十一年、 昭和26年には再開した太平レコードに移籍した。1952年、昭和27年には黒いトランク、容疑者の窓でが久しぶりにヒット作品となった。太平に海外からマーキュリーの資本が入った以降も歌手活動を続けていたが、1956年、昭和31年、鈴村一郎と歌った、コードリ、6月発売を最後に、 再び引退し、実業家を本業とする。またその間、平松と清とは競技離婚し、子供は青葉が引き取り養育した。昭和40年代の夏メロブームでは、東京12チャンネル、現テレビ東京の懐かしの歌声に出演する一方、様々な愛好家が作った夏メロのサークルに気軽に顔を出し、身近な往年のスターとして、惜しげなくその衰えぬ歌声を披露した。 この頃、旧知の作詞家である、藤田正人の記念 LP に、援護道中、共演、高田光吉、妻恋旅姿を、久しぶりにレコーディングしている。また、自分をスターに育ててくれた、上原里氏への恩義から、上原の検証活動を続け、上原里氏の未亡人、松本澄子とたびたび上原の終縁の地である、ニューギニアを訪れたり、毎年夏に、 安国神社で開催される三玉祭りには日本歌手協会からレギュラーとして出演し、慰霊活動を行った。平成に入ってからも東京上原里氏の会会長として活動。さらには、テレビ東京、夏祭り日本の歌や歌手協会歌謡祭、NHK ラジオ、歌謡大全集、上原里氏などに出演、また自らの歌手生活を集大成した。 昭和の流れの中に、青葉翔子、歌の回顧録、告げ処防新者を出版する活躍を続けていたが、脳梗塞に倒れ、後遺症で往年の美声を失う悲劇に遭う。2003年、2005年に、テレビ東京、昭和歌謡大全集にて、久々に、テレビ出演し、健在ぶりをアピール。2008年には、自身も所属する日本歌手協会のイベント、 火曜祭の特別ゲストとして出演するな、恒例となった最近まで活動を続けていたが、2012年2月28日、肺炎のため93歳で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。